飛ぶという字と強いという字、まあ卑怯っていうかな、やっぱりそのジュニアの華麗さも出しつつ、やはりその中での強さを決めるっていうね。まあ、僕は過去優勝もねしてるんですけども、やはり過去のことを振り返ってもしょうがないと。これだけキャリアを重ねてきた上で、今の若い世代の中に自分がねタイガーマスクとしてどこまでやはり食い込めるのかと、新たな挑戦かなと思いますよね。ベストオブザスーパージュニア24。